次は17時35分。うん。OK。あ、42分になろうかな。ちょっと時間怖いんで42分にします。でですね、なんといちご狩りをしようと思ったのですが、なんといちごをママに洗ってって言って、でいろいろ準備してたらなんと狩る予定がこのような形でこのような形で仕上げられたので、とりあえずいちご狩りというかいちごを食レポという感じでさせていただきたいと思います。こちらにあるのがですね、新潟の越後姫です。でこちらにあるのがなんか白いいちごなんだよね。珍しいよね、白いいちご。あ、そう、美味しい。さっきね1個ずつ食べたんだけど美味しかった。なのでちょっと越後姫からいただきたいと思います。すでに買ってしまいます。蓋もなくなって、いただきます。うん、越後姫は本当に新潟のいちごだから美味しいってわけじゃなくて、なんか新潟のいちごって分かんなくても多分いろんないちごを食べてきたけど一番美味しい、他の県のいちごよりもって私は思ってる。続いてこちら白いいちご、なんと事件が起きました。では白いちごいただきます。なんかさ、何でもふーってやっちゃうんで、いただきます。うん、なんか白いいちごの方が私はなんか甘さよりなんか水分って感じがする。でもめっちゃ美味しい、白いいちごのめっちゃ美味しいよ。なんかなんて言えばいいんだろう、美味しい。味はね全然違う、でも本当甘いの。甘いんだけどなんか溶けるって感じ。あ、そう、溶ける。なんかね柔らかい、こっちの方が。でこっちはしっかりなんか重量感もあって、うん、うん、なんか溶けるって感じ、綿飴って感じ下手くそな食レポでした。いちご、いちごはね本当に大好きで、来年もういちごの季節もさなかなか終わってきちゃうからさ、来年またいちごを、いちごなんかねお取り寄せのいちごをねしたくて。でも新潟お取り寄せしなくてもねあるからね、全然美味しいいちごが。だから全然しないんですけど、みんな越後姫ちょっと、でもなんかもしいちご好きだったら食べてみてください。なんかすっごい美味しいし、なんか大粒のいちごなんだよ結構基本、けど小粒のいちごもほんと美味しい。そうそうそう、という感じでした。いちごちゃん、じゃあ写真撮る、写真撮ろうか。いちごちゃんで写真、え、どうやった、どうやった、あ、待って、
え、すごい今一瞬で、あ、これいちご、でした。39分になりました。超美味しかった。今でもママが他にもなんかプリン作ったじゃん、そしていちごもあるのに、あとお家にアイスとかなんかいっぱいあるんですけど、今なんかサーターアンダギーを作ってます。急に沖縄になったよ。沖縄人かな。急に沖縄の人になっちゃったなのでできたらまたね食べたいと思います。サーターアンダギー大好き。なんかそう、沖縄で食べたサーターアンダギーがめっちゃ美味しかったの。それ総選挙の時に初めて食べたんだけど、それがすごい忘れられない。なんかね、サーターアンダギー屋さんみたいなとこに行ったんだよね。なんかあの国際通りみたいなとこあるじゃん、沖縄のお土産いっぱいあるとこの、そこで、そう、あ、クマ10個ありがとう、クマちゃんありがとう。めっちゃ美味しくて、そうなの、なんかまた行きたいなでもまた言ってる、沖縄行きたいばっかり言ってる。え、もう少しで3万フォロワー、え、嘘でしょ、そんなすぐ行く。レインボースターすごい、レインボースター、あ、ほんとだ、ありがとう、嬉しい。サーターアンダギー作れる人いいよねすごい、すごいと思う。あと20秒ぐらいになった。すごい縮まったら、縮まったら。じゃあ次の配信でお待ちしてます。皆さん応援ありがとうございます。それではまた、バイバイ。